イスケンデルケバブの一例イスケンデルケバブの一例イスケンデルケバブはトルコ料理の一種でブルサの名物料理ブルサイスケンデルケバブとも言う一般的なイスケンデルケバブはカットしたピデの上に炙り焼きにした羊肉を乗せ香辛料を効かせたトマトソースと溶かしバターをかけてヨーグルトを添えた料理である ウルダーンで採れるタイムを食べて育った羊の肉で作るのが正式なイスケンデルケバブとされる。白と呼ばれるブドウジュースと共に食すのが正式な食べ方ともされる。イスケンデルケバブは19世紀後半にオスマン帝国のことブルサで考案された。ケバブはトルコ語で焼肉を意味し、イスケンデルはこの料理を考案した職人の名前である。 本料理を考案した職人は、メフメトウル・イスケンデル・エフェンディという名の料理人であり、イスケンデル・ウスタとも呼ばれる。なお、エフェンディは損傷で、メフメトウルは、メフメトの息子を意味し、イスケンデルは、アレクサンドロスやアレグザンナーなどと等価の名前である。イスケンデルは、子供の頃に、焼肉の焼き串と炭火を垂直方向に立てる焼き方、すなわち、ドネルケバブを、発明した人物でもある。 イスケンデルケバブの最初の一皿は1867年に作られたとされる。イスケンデルは、ウルガーサンで採れるタイムを食べて育った羊の肉をチョイスし、いわゆるドネル方式により焼いて得た細切り肉を角切りにしたピレの上に乗せ、香辛料を効かせたトマトソースと溶かしバターをかけた。イスケンデルはこれにヨーグルトを添え、 全体にパセリを散らしてサーブしたところ、常連客から好評を得た。イスケンデル・ウスタの名声は、ブルサ中に広まり、彼の考案した、ブルサ式ドネルケバブのレシピは、ブルサのみならず、トルコ中に広まった。ブルサでは、イスケンデルから始まる、失踪症の系譜を受け継いでいる、料理人たちが、イスケンデロール、イスケンデルの息子と称し、彼のレシピを受け継いでいる。 21世紀現在、ドネルケバブは全世界的な人気を博し、特にピタパンに挟んで食べるストリートフードのケバブサンドが有名であるが、ブルサにおいてドネルケバブといえば、このイスケンデルケバブを指す。ありがとうございます。